どうも、俺の日本代表チャンネルです。今回は J リーグイベントでマツダデルビア使っていきます。で、選手なんですけど、まあ、ようやくというか話題のチームですよね。監督、チーム作りとともに、まあ、日本サッカー界変わるんじゃないかっていう、今注目されてるチームですね。J1 でどんぐらい今季戦えるのか、大注目ですね。で、選手が、まあ、ほとんど何ですか、通常選手。ただ、鈴木純也選手とエリキリマ選手いますので、まあ、こいつらいれば余裕で勝てるよね。エリキリマなんてガチスカで入ってくるから、やばくないですか、これ。J スカットで当てはめると、この本当にチート級の能力になるんで。で、鈴木純也選手も今週 A なんで、サイドバックの選手なんですけど、まあ、攻撃的に右ウイングで使って、守備に振らないで攻撃的に振ると、総合値89なんで、好調引くだけで2上がりとかしますね。2上がりか1上がりか全然話変わってくるんで、この能力2上がり、相当強いですよね。まあ、J スカットのキーパー相手だともうこの選手でほぼ入る。で、まあ今、ざっと見た感じ、まあ、キーパー、まあいいですね、身長あって、この守備。あと、黒川選手とかも強いんじゃないかな。ポジションこんだけできて、両足使えて、ダブター、ワンシュースルーパス、この辺の優秀なスキルあるんで。で、スキルやっぱ大事なんで、このな、サンホ選手。この選手もいいですよ。ほら、あんま J リーグで見ない、スキルの豊富さ、ピンポイント、ワンタッチ、パス、スルーパス、チェイシング、ワンシュー、この辺持ってるんで、アクロバティックシュートもいいですね、こぼれとかで。うん、強い。で、この選手、フォワード、まあ、マツダデルビアなんで、結構サイドからの攻撃で、ロングボール対応して、競り合いっていうのが、まあ、多いイメージだと思うんで、このでかい選手がいますね。スキル優秀です。これなかなか強いんじゃないかな。で、サブも、まあ、この、オ・セフン選手、スーパーサブ、この人もでかいですよね。まあ、ロングボール、まあ、結構ちっちゃいフォワードでもいけるんですけど、まあ、そういう選手もこうやっていますよっていうところで、ナンバー10なんですけど、センターフォワードで使えば発動しないんで強いです。この手の選手もね。で、誰だっけな、スキルの豊富な選手いなかったっけな。この選手も結構ドリブル軽そうでいいですよね。こんな感じかな。この選手もいいかな。背ちっちゃくて。で、通常選手なんで、まあ本当だったら自分なりの育成するのがベストですけどね。まあ、たまらしか使わない。これ全部育成したら GP いくつ使うんだって話になっちゃうんで。そうですね。こういうイベントでしかなかなかこういうチームのスカット使えないんで、今回、マツダゼルビアでやっていきたいと思います。どうでしょう。あ、まあまあじゃない？ワード。あ、オーセフンが絶好調。総合値87なんで、絶好調すると多分5上がりとかするのかな。ドリブル、テクニック系5上がり。スピード関係だと3上がりか4上がりかな。するんで、結構化けますよね。総合値低い状態の。好調引くと。あ、旋盤もいるわ。なかなか軽い選手がいないね。がっつり守備の選手だね。まあまあまあ、この辺も使っていくか。利き足は？あ、左利きだからちょうどいいかな。守備能力は、もう片方はもうセンターバックに置くぐらい守備重視にするんで、宇野選手の方がいいかな。これでいくと、そういくと、宇野選手をラインダウンで下げれば、
な感じですかね。で、他の選手が、あれだ、ここニアソラシ、ニアソラシ強いね、池田選手。あとは、まあサブで、左ウィング、まあピンクロ持ってるんで、このままかな。お相手さんは、エリキリマ使ってますね。ただ私のエリキリマの方がチート級なんで。まあ、こういう締め契約の選手で使ってくるスカットに、マツダ・ゼルビアがどんだけやれるか。まあ、リマが、なるべく通常選手も点取りたいですけど、まあ、基本的にはリマと鈴木純也、チートでやっていきたいと思います。ゼルビア対横浜 F マリノス、こちらをご覧いただきおます。互いエースやエルキリマって感じですかね。本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。でかくてもコ使ンディえショるンんでだよす。な。今夜のゲーム、シュート、わあ、ほら入る。ゴールゼルビア。しょっぱな。やっはい、ぱエ水レ槽キリソー、マは動先きは制ゴ違うール。よね。キックオフのいい流れから、背ちこのっちゃ得く点てまで結さ、びつけドまリしたブルね。ある選手は強いよ、本当に。この決ちょっ定とミ機、スっしちゃいっまかり決めてきました。す。ボックスで、内でうまツーくボクリラアできまはしたよ守備ね。はパスを完受け全に取るタイミ硬いングを選得手なんし、で。フィニッシュまで綺麗に決まりましたよね。さあ、町田、この大事な試合で貴重これなワン先チャン制いく？ゴこールのが決まりましピンた。クロ。やっぱり先制点を強取りい。に来た。シュート打った、町強すぎるわ。田、早くも2対0、電攻池撃の手強。を緩いや、めこまれ、せん。終わり？いや、J リーグイベント3今試合のあ北るん澤さで、ん、今3大チーム事使なキッいク。たかったんですけど、ちょっとリタイアされちゃいましたね、しょっぱな。お相手さんは？結構、レート的にはあんま高くないかな。いや、普通に強いんじゃない？リビに。私と同じぐらいですね。ただ、まあ、リマが最強ってことで。リマと絶好調の全中がね、なすすべなくって感じで2失点でリタイアとなりました。よし。あ、いい感じ。だいぶいい感じだね。もう絶好調いるじゃん、しっかり。宇野選手もいいな。また、さっきと同じ感じで、守備重視やりますか。どうしようかな。ちょっと足が遅いんで、さすがに慣れちゃいかないと。嫌かな。右ウィング。絶好調。でもこいつを使っていきたい、鈴木純也。まあ後半からね。さっきね、クロスえぐかったね。クロスのね、クロス攻撃が良くなってんじゃないかなと思いますね。あ、お相手さんは川崎フロンターレ。重視、スカッといいですね。なかなか、なんか J リーグ見てるみたいですよね。川崎フロンターレと持田ゼルビア。対川崎フロンターレ、こちらの一よ戦をお楽し。しみいただきます。まあ、エレキリバーでまた無双しちゃおう本か日のな。ゲームはスタジオオリオンで行われます。あ、抜けないか、そこはスピードで。今夜の現地ですが、天候は晴れ、コンディションじゃあ、競良り好合い、の中完迎える璧。ゲームです。裏この抜けゲームのか解ら説はの元日本代キッ表ク伊フェイ藤ントシシュュート。ト、嘘だろ。クリアです。決めたかった今。上げ身る中長。央へと呼んでいた。さすがにダメか。ニアサイドやなんか滞空時間こ少のないボかールあはれだ伝わりね。ません。多分クロスの理不尽さがて、ちょっ深と澤少ないさん、かな。この試合で気になる選手がいたら、やどべうでやしべょう、やべ、教えボてールくだ持さてい。ねえんだ。そうですね、谷康生でしょうね。やっやちっっぱたりやっち彼たが仮想制チェ御ンジで見はせ注た。目ですよね。体のサイズ来ヘた。ディング。オッケー。ボールに飛どうびする込んでどう合すわる。せてきました。タイミングよく飛び込んできま危したな。よね。いいトライだったと思危いますね。
今のは何とかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。華麗なパスだね。つながります。 OK ナイス。やりきる前にいっちゃった。ワンチャンあるよね、全然。危ない危ない、オッケーオッケー。ナサンホ、ここは通しません。そう、カットに行きます。いや、さすが足の伸びが違うね。ここからですね、空いてますからね、立て行きたいところですよね。抜けてくる、ミッチェル・デュー、来たぞ、シュート。いや、あるよ。シュートを狙いましたが、ボールは全然あるわ。チャンスのシーンでした。いいですね、狙っていきましたね。この姿勢が大事ですよね。あれ警戒してる。実はリバじゃなくてヤバいやつはもう片方のフォワードだって。デュークにビビってんじゃない。両足蹴れるからね。決定力80のキック力少ないけど、ミドルシュートないんだ。まあでもチェイシングもあるから守備貢献もいいよね。まあ、でも遠くからのシュートはリマ、いや鈴木純也バリバリ入るんじゃない。ジェイスカットのキーパーじゃ。ああ惜しい。マルシーニョ前半17分です。素晴らしい、素晴らしい。鈴木純也ナイス裏抜け。ターゲットバンもバリバリ、いいクロス行くんじゃない。もういいですね。あ、これさ行くわ。めちゃくちゃクロスいい。全然狙ってないけど勝手に行くわ。素晴らしい。いや、なんなら今あれ左のの方がいいんじゃない。鈴木純也クロスバリバリターゲットバンで行くんじゃない。展開ですよね。まあただやべえ、超呼ばれてる。さあ町田、欲しかった先制点を決めました。やっぱり先制点を取るとチームに勢いがつきますし、他も盛り上がりますよね。いい、素晴らしい、気持ちよくプレーができますよね。でマサゼルビアいいね、3バック使ってるからセンターバック多くてシンプルにワイドに使ってきます。鈴木、ミッチェル・デュー、黒川からナサンホ。いやー、これミスった。ヘタッピだな俺。今ね、うまくいったら崩したよね完全。これさワンチャンここら入るんじゃない。いや惜しい、クロスで絶対良かったけどね。今はいや、動き出しが素晴らしいです。いや、リーマー、いやー、よく止めましたよね。いい反応でしたよね。ファインセーブですね。際立つね今と鈴木純也のさ、このファーストハーフ最初のコーナーキックはチートっぷりが J リーグ対決してると際立つわ。このセリアも強いんじゃない。うわとジャンプできてない。ミスった、ミスった。いや、イエナが強いよ。さあカウンタースピードを上げたいところ、裏を狙う。いや危ない、危ない。ここからカウンター早いでしょ鈴木純也。いやー俺下手だな、ワンタッチで今いけ た、 ここかわした。これそのまま打って入るよ。惜しい、キーパーこれよく止めましたね。キーパーよく止めましたよね。ワンタッチスルーパスやったらキーパーと1対1だったね。今のは投手が1点して逆に危なかったですね。どうする、ね、今のカウンターを食らいましたけど、ロッカー選手ねラブタついてるからね、この辺でこのこれもいいんだよ。まあそういう意味では嫌な時間帯で局面でボールを失わないことが大切ですよね。シュート、効果、セカンド拾えるか。いいえ、長川崎フロンターレもいいね。次川崎フロンターレ使おっかな。イエナがあの本州 B なんで。さあ脇坂、いや華麗にやられてる。うお、もうちょい町田選手だったら入ってる。多分ミドルシュート持ってたら入るんじゃない。これがない中でこれだけ強いシュート打ってますからね。イエナが使っていきたいね、 B なんで。
次川崎フロンターレか。鈴木本日ワンアシストです。町田としてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。いやーリマだった普通に。鈴木ちょっと重さあるか。さあ家永パスのさーカーソルチェンジとパスの方向も回線重いとずれるよね。これ俺だから多分回線重い時ってそれのミスが目立つ気がするんで。今ナイス動き出し、あーシュートシュート入力ザコってるけどしっかり決める。さあさらに点差が開いています。素晴らしいですね。得意としているカウンターでのゴール。鈴木純也で点決めたいな。決定力生かしていい、ね、フリーキックでもいいな。バレバレ入りそう。フリーキックも反応できないですからね。うわ取られた。そうそうそう、ドリブルも細かいよ。さあ町田得点を重ね2対0という展開。町田としては2ゼロになったことで、うん、まあいいんじゃない。15分間のブレイクに入ります。いいんではないでしょうか。後半スタート。よし鈴木純也で3点目でねとどめ刺したいね。組み立てながら攻め上がっていく。ナイス裏抜け。いやワッチで出してほしいね。いえトラップ際抜けた。おいい形ですよ。いやあっと倒されたPK です。どんまい。ここで PK。 これは運ないね。あれ町田 PK を得ました。なこのフリーズしかしどっちくるくる。これリタイアじゃない。かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やもやリタイアじゃないこれ。回線重くてねスライディングが変な方向に発動しちゃってリタイアですね。まあ2回連続リタイアだけど、まあ、合わせて1試合分ぐらいになったかな一応。とりあえずご覧の通り松田ゼルビア選手しっかりまあ、リマと鈴木純也強いのは確定してるんですけどね。ただ他の選手もやっぱりねその理にかなってるというか勝つサッカーをしっかりやってるような印象ですよね。もう今の主流というかもう相当なハイレベルにならない限り後ろで回すメリットはあんま感じられない正直ね。なんかしょうもなくない？なんか失点で相手のスーパープレイで点入って盛り上がるけどなんか後ろのビルドアップちょっとかっさられて失点ってなんか得点した方も盛り上がりかかるしそれのミスで失点だとなんかモチベーション的に結構きついよねような気がします。だから個人的に松田ゼルビアのサッカー期待しているんでね。今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。